江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国で築50年の住宅が崩壊、その瞬間がこちらということで、映像があるんですよ。まあ、そこまでね、はっきりと全体が映ってるわけではないんですけれども、映像がちょっとあるので、ご紹介しながら慶国の記事見ていきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。昨日の夕方、ソウル立山区で2階建ての多世帯住宅の一部が崩れました。内部のインテリア工事中に起きた事故で、幸い人命被害はありませんでしたが、一歩間違えれば大きな事故につながるところでした。リポート、駐車していたトラックの上に建物の残骸が落ち、一帯が白い埃で覆われます。驚いた住民たちが飛び出して周辺を確認します。昨日午後6時14分頃、ソウル立山区で2階建ての多世帯住宅の壁面が崩れる事故が発生しました。事故当時、周辺を通行する人がいなかった上、誰も住んでいない空き家だったため、人命被害はありませんでした。目撃者、ガラガラという音がして大変なことになるところでした。人がいなかったのは本当に幸いです。1974年に建てられた建物を飲食店に改装するため、インテリア工事が行われている途中で事故が起きました。インテリア工事関係者、飲食店に変更するために、インテリア工事を始めようと、内部の解体だけをしていたんです。区役所は、二次崩壊による追加被害の発生を懸念して、住宅の残りの部分も全て撤去しました。立山区では2018年にも築50年以上の4階建て商業ビルが崩壊し、1名が負傷する事故がありました。キムヒション、近隣住民、実際不安はありますよ。あの建物は本当に古いですから。自治体が老朽建物について定期的に点検を行っているものの、検査周期を短縮すべきだという指摘が出ています。おお、いや、これ今さっき聞いて、これわざとじゃないって思ったんだけど、まあちょっと見て、もう一度見てみましょうか。こちらね、これで、ポン、鉄筋ですかこれ。あるし、これさ、こんな感じじゃないですか。周りがなんかビルとかさ、なんかちょっと立派な建物とかで、ここはあれでしょ、これなんだろうね、マンションかなんかがね、これわざと潰したんじゃないのこのなんか古い建物邪魔だぐらいで。はい、それではですね、こちらに対して、韓国の反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目、こちら、ポン。50年が老朽建物だなんて、インテリア業者が拡張のために内部の壁をむやみに取り壊したから崩れたんだろう。414-17。区役所の建築家は徹底的に取り締まるべきだ。最近、建築工事を許可も取らず、構造計算もなく、無知な労働者が古い建物を店舗や飲食店のホールに改装している。鉄筋の柱や梁を切断し、耐力壁まで壊し、目分量で H ビームや C 型鋼を入れて、雑に溶接やボルトで固定して空間を広げている。違法な大改修工事が横行しており、これで崩壊や圧地事故が発生している。全国的に蔓延する違法改装を徹底的に取り締まって禁止すべきだ。181-3。築50年しか経っていない建物があんなにもろく崩れるなんて本当に情けない。100年以上の建物がたくさんあるヨーロッパや日本を見習おう。速さが全てではない。130-30。工事中に崩れたからよかったが、新しいカフェでコーヒーを飲んでいたら何人もの人が大変な目に遭うところだった。それなら他の古い住宅を改装した店舗は大丈夫なのか。72-2。これは 100% 耐力壁に手を加えたんだろう。設計図なしで工事を進めたようだ。18-0。新築マンションの入居展示会でトータルインテリア業者に注意してください。詐欺まがいの見積もりを出してきます。
品目ごとはまあまあですが、3000万ウォンのところを1500万ウォンでやると言われます。他で見積もりを取ると原価は1000万ウォン程度です。私は内部告発者です。12-0。建物の荷重を無視して主な壁を取り壊したんだな。このインテリア業者は資格もない無知な詐欺師だ。みんな騙されないように、人でもいたらどうなっていたか。12-1。インテリアも全て許可制に変更すべきだ。自分たちの都合で壁を取り壊して、もし人が死んでも責任が取れないのに。10-0。インテリア業者は専門家のふりをしているが、壁紙やフィルム施工のような初心者を連れてきて利益をかさむのに忙しい。本当にひどい仕事をして、その欠陥工事でまた作業が必要になるかもしれないからと多めに料金を取っているのだ。8-0。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。お前らは築30年が寿命なんだから、50年もいたら命の危険を感じろよ。築50年程度で脆いな。おや、50年も保てたなら御の字じゃね。わら、全体じゃない、中途半端やな。思ったよりすごい壊れ方。わら、渓谷で壁面が崩れ落ちるのは日常の光景だろ。壁脆いな。鉄筋見つからないのでは。わら、うちが今住んでいる団地は築60年だよ。これは建物が古いというより施工ミスじゃねえの。内装工事で建物崩壊、鉄筋抜いたんじゃね。抜いちゃいけない柱でも抜いたか、それとももともと手抜きだった建物に工事したの。検査周期を短縮しようが、お前ら検査なんてしないじゃん。わら、ああ、内装工事じゃ元取れないから、新築にさせてもっと金巻き上げる作戦か。なるほどなるほど。わら、日本でも SRC 法定耐用年数は47年だかだが、実際は地震等なければ100年単位で保つぞ。鉄筋すら使ってないんじゃないの。設計図と中身違うのはいつもの警告クオリティ。適当にやったんだろ、ワッと喧嘩なよってね。わら、 K さんにはリノベーションは早かったかな。わら、お前らの床建物の耐久年数は3から5年って言うてましたやん。わら、構造計算偽造か、手抜き工事。いやいや、こっち見ないで自己流でやってな。あんな構造で壁壊せば当然崩れるよね。わら、施工したのはインテリア業者風業者じゃないの。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。